こんにちは、エリコです。今日もこの動画にお立ち寄りくださりありがとうございます。今日も Wisdom of the Oracle というカードを使って皆様にメッセージをお伝えしたいと思います。本日のメッセージは、夢を追うのはいいですよ、だけど今こそ行動の時、今こそ行動の時ですよ、ということです。最初に英語で読み、そしてその後日本語でお伝えしたいと思います。本日は実は2枚カードが飛び出しました。そしてまた逆さに出てきました。ですのでプロテクションメッセージです。2枚出てきたカードはこちらとなりました。42番チョップウッド、そして2番のイエン。それでは42番のチョップウッドの方からプロテクションメッセージを読みます。42Chop wood, protection message. Are you an armchair astronaut? Do you dream of wealth and fame, big ideas, inventions, or desires with a capital D? The appearance of this card is a sign that you might be devoting far too much time to dreaming and talking about your dreams. You have to get out of the chair to make things happen. You actually have to do something. Start with a small task. Remember, the big dream becomes reality only after you have begun to take incremental steps. Mythologist Joseph Campbell once said, Take one step towards the gods, and they will take 10 steps towards you. それでは、日本語でこのカードから受け取るメッセージをお伝えしたいと思います。あなたはどんな夢を持っていますか？それは大きな夢でしょうか？大きければ大きいほどワクワクしますよね。大きい夢になりますと、あれやこれや思い巡らすことがたくさんあります。ですが今日のメッセージは、夢を追いかけるのもいいし、大きな夢を持つこともいいです。しかし今この時、夢に向かって小さな最初の一歩を踏み出しましょう。そういうことですね。小さな小さな第一歩、躊躇しますよね。私も本当にこの YouTube を始めるのに何ヶ月も迷いましたし、できないできない、私なんて動画撮れないし編集できないし皆様にご迷惑って思ってました。でもやらなければ何事も始まらないし、学びはありません。そうメッセージに背中をポンと叩かれてやることにしたんですよ。まだまだこんなところですけど、なかなか遅い歩みですけれども、それでも皆様の励ましになれたらいいかなと思います。神話学者のジョゼフ・キャンベル、彼がこう言いました。もしあなたが神に向かってあなたの小さな第一歩を踏み出したならば、神はあなたに向かって10歩も歩み寄ってくれます。素敵ですね。小さなことでいいと思いますよ。何か始めてみて
インスピレーションでとにかく何か一つやってみてはどうでしょうか。すると次のアイデアが浮かんできますし、ああでもないこうでもないというまた新しいヒントが生まれると思います。では2枚目のカード、この42番に対しての補足のカードを見ていきたいと思います。 Number 2 Yen Protection Message. Do you have trouble receiving? You stop the flow of abundance when you continually insist upon being the giver. You can't always lead, always give, always teach. You must be the student, the open vessel, and the one who receives the gift, gesture, offer in equal measure. Open up and let love, life, abundance, and spirit fill you without demand or expectation. Just receive the bounty that is yours. では補足のメッセージです。この2番というのはイエン、これは女性性のエネルギーを表すカードです。あなた何か最近悩んでないですか？ひょっとしたらあなたは与えることだけにフォーカスしすぎていませんか？時には受け取ることも大切ですよ。生徒になって学びましょう。心の器を空っぽにしてただの箱になりましょう。そしてあなたはたくさんの愛、人生、そして富を受け取りましょうよ。それらはすべてスピリットがあなたに与えてくれます。ここで大切なのは心を開くということ。期待せず、そして依存をせず、ただありのままのあなたで受け取ることをしてみましょう。でないと生き切れちゃいますからね。レシーバーだけでもいけませんけど、ギバーだけでもいけないってことですかね。さあこの2つのカードを合わせてどう読み解くか。あなたの夢を叶えるために最初の第一歩を踏み出す。その時に心を開いて流れてくる、降り注いでくるメッセージに耳を傾け、受け入れる。そうすることであなたの夢がまた一歩一歩、いえまた十歩近づくのではないでしょうか。メッセージはいろいろなところから注がれると私は思っています。人によっては直接チャネリングできる方、高次元とアクセスしてそのメッセージを受け取る方、あるいは神様と話ができる方、いろんな方がいらっしゃいます。例えば私のように直接メッセージを受け取れない、そんな時はこんな風にカードを使ってみてはどうでしょう。私は毎日カードを切るわけではありません。ですが、あ、今メッセージ来るかも、そう思いながらカードを開いてみると、ドンピシャなメッセージが届くんです。これも一つのメッセージの受け取り方だと私は思っています。どうか皆様、心を開いて無にしてたくさんのメッセージを受け取ってくださいね。
今日も私の動画にたどり着いてくださいまして、ありがとうございました。気に入っていただけましたら幸いですし、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。私も動画を始めてまだ数日、編集も少しずつ学んでいます。こんな私の動画ですけれども、末永く見守っていただけますと大変ありがたく思います。それでは、今日も一日楽しいことがいっぱい起こりますように。また次回の動画でお目にかかりたいと思います。では、ごきげんよう。